足立清志君無所属の足立清志ですこのあの財政金融委員会では初めての質問となりますどうぞよろしくお願いいたします私は任期六年の前半の三年間は経済産業委員会に所属していましたけれどもそこで何回か経済産業省が所管する官民ファンドクールジャパン機構について質問をしました経産省は国からのお金を受け取る まあ使う立場だったわけですけれども、今回はそのお金を出す側の財出す側の立場である財務省にその官民ファンドについてお聞きします。まあ、先日のあの鈴木大臣の所信表明の中でも歳出の中身を精査とか質の高い予算を作るといったご発言もありました。そこを踏まえての質問でもあります。よろしくお願いいたします。え、まずは官民ファンドとは何か簡潔に教えていただけますか？ はいー斉藤理財局長お答えを申し上げます官民ファンドというものにつきましては、明確な法令上の定義があるものではございませんけれども、一般には官民ファンドという名称がお示ししておりますように、官、すなわち政府と民、民間の双方から拠出された資金を原資として、政策目的を実現するための投資活動を行うファンドを指すというふうに承知をいたしております。 官民ファンドの意義、役割といたしましては、政府の成長戦略の実現や地域活性化への貢献、また新たな産業市場の創出など、政策的意義のある分野において、民間資金の呼び水、補完としての役割を果たし、民間のリスクマネー供給を活発化させることが期待をされております。 これれら官民ファンドは法律に基づいてて設置をされております当該法律において、設立の趣旨目的のほか、政府出資の根拠規定、あるいは政府による監督の枠組みといったものが規定をされており、それぞれの設置根拠法に定められました所管官庁の下、政策目的の実現に向けた取り組みがなされているというふうに承知をしております足立清志君、はいえー。ありがとうございます、えー、政策的意義 という言葉がありましたけれども,もうあの大事なのはそこだと思いますあの、まあ。麻生前財務大臣もこの官民ファンドが議論されたこの財政金融委員会で、まあ、2019年11月7日のことですけれども政策目的を実現していくことが極めて重要と答弁されていました。さて、そこで実際に今経産省の官民ファンドクールジャパンはクールジャパン機構はどんな状況か。 簡単に説明したいいと思います資料を用意しております、資料1をご覧ください。これはの官民ファンド、株式会社クールジャパン機構の投資事業内容についてであります。ま丸1番のところの投資概況ですけれども、カッコ1、まあ、スタートして14年度から昨年度21年度までの投資実績、まあ、支援決定している金額が968億円、カッコ2、そして今年度から 最終年度までの28年度までには、計画としてさらに約1100億円をこれから投資していくことになっています。そして21年度までの累積損益はどうかというと、309億円の赤字ということで、赤字がどん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 積み重なっています。これは計画に対して、×の52億円であります。じゃあ、どんなことやってんのというところが、これ、丸2番ですけれども。 100億円を超える大型案件、これ3つあるんですけど、1つはここにあるスパイバー株式会社、これ、繊維、素材ですね、それを作って、それがルイ・ヴィトンの服になったりとか、そういうものであります。その下のネーハ民法阪急というのは、これ、阪急百貨店を上海の下の民法に作って、あのクールジャパン機構も出資してやっています。これ、もともと政策的意義は、日本ブランドを全面に出すと言ってたんですけど、 蓋を開けてみると、ルイ・ヴィトンやら、カルティエやらも、グッチやら、海外ブランドが多くを占めている、どこが政策的に合致するのかなと、不思議なものでもあります。で今日はちょっと特にあのポイントを絞って、ラフピースマザー株式会社という、この丸三番のところです。ここには100億円の支援が決定しています。これはあの吉本興業と大阪の漫才ですね、そこと一緒にやっているものであります。 それの政策的意義は何かというと、この黄色のところ、丸三番のところで、1つ、子ども向けに日本発の良質な教育コンテンツを制作し、海外へ展開するというのが1つ、2つ目は日本ファンを獲得する、で最後、3つ目は、まあ、その結果、インバウンドの促進というのが政策的意義であります。ではこの3つのつ政策的意義を踏まえ どんな子ども向け教育コンテンツを作っているかっていうのが資料2になります。まあこの場に出すのも躊躇したんですけど、まあ今から真面目な顔して説明するのも本当ちょっと恥ずかしいんですけど、ちょっとあの勇気を出して説明しますが、丸一番、まああの子ども向けですよけど場面設定がスナックですね。 子供向けスナックライムライトっていうのが出てくるんですけど、まああの私あの決してスナックをしているわ否定しているわけではなくて、これはやっぱり日本の非常にあの大事な文化だと思います。ただし子供向けです。で丸二番はそのスナックにですね小学生がランドセルを背負ってママただいまって帰ってくるんですね。そうするとあのこのママこれユリアンママという吉本の芸人さんですけどお帰りということで丸三番今日のゲームということで。 ユリアンママと小学生が一緒にこうゲームをしますどんなゲームかというと、まあ、日銀が発行しているあの千円札ですけどそれをピラピラピラーとママがしてパッと手を離すんですけどその下でこう小学生が指2本構えていてピシッとキャッチできれば成功ストーンと下に落とすと失敗失敗するとどうなるかというと最後丸四番ゆりやんママが水鉄砲を取り出して小学生の顔にピシューと水をかけて罰ゲームと。 いうののがこれコンテンテツの一つであります、まあ、先ほど、政策的意義とありましたけど、まあ、あの念のため言っておきますけども、政策的意義とかけ離れたコンテンツが、この事業では他にもたくさん作られていますこれほんの一例です。しかも、本来の目的である海外向けはまだスタートすらしていません。 財務省がお金を出す官民ファンド、このクールジャパン機構の中身を、まあ、これ一例ですけど、実際にご覧になって、どんな感想をお持ちになりますか斉藤理財局長、はいえー。お答え申し上げます。 えー、クールジャパン機構の個別案件についてでございますが、これはあの設置根拠法に基づき、所管官庁でございます経済産業省が、これ、法律的には経済産業大臣がという主語になっておりますけれども、えー、政策目的の実現や収益性の確保といった支援基準を満たしているかどうかということを確認を行うこととなっております。 このように、個別案件に関する評価、あるいは判断というのは、一義的には所管官庁に委ねられておりますので、財務省として個別案件にコメントをすることは差し控えさせていただきたいというふうに存じます。ただ、クールジャパン機構が先生ご指摘のとおり、あの多額の累積損失を抱えているということにつきましては、私どもとしても懸念を抱いており、その点、先生の問題意識は共有させていただいているところでございます、はい、足立清志君。 まああのこの官民ファンドに関しては、年2回、6月と11月に財務省理財局が主催をして、財政制度等審議会、財政投融資分科会が行われています。でこのクールジャパン機構は、特に累積損失が大きい事業として、本当にこのまま続けて大丈夫かという観点からでしょう、毎回分科会で議題として取り上げられています。ただしこれまでの,その これまでに関して言うと、やっぱ組織の統廃合ととか、まあ、その六本木ヒルズにあるオフィスをどうするとか、まあ、表面的な議論が中心だったように思います。ただ、今年6月20日に開催された分科会の議事録を読むと、今回は結構本質をついた根本的な問いが、まあ、経産省はもちろん、財務省理財局にも投げかけられてるなと思っています。 で審査会員の一人あの、土井ケ郎慶応大学教授ですけれども、官民ファンドという仕組みで、このまま続けていい,のいいものかどうかということは、もうもはや真剣に考えなければならない、まあ、そんな分岐点に来ているんじゃないかとのご指摘です。同じく審議会員の、まあ、産業再生機構での実績で有名な富山和彦さんですけれども、今や官民ファンドという立て付け自体がちょっと無理があると。 で抜本というのであればそういう見直しをしているのかどうなのか私の根本的質問ですと同じく厳しいご指摘がありました、まあ、要はこのクールジャパン機構を国がやる必要あるのやってる場合なのということだと思います、まあ、そこでお聞きします、まあ、このような本質的かつ直球の質問が投げかけられましたが、まあ、それを受けて今月ですね、11月の審議会に向けて まあそこでは抜本的な見直しが行われるものと期待をしていますけれども、今、財務省は経産省やクールジャパン機構に対して、何かかしていますか斉藤理財局長、えお答え申し上げます。 クールジャパン機構につきましては、累積損失の大きい官民ファンドということで、諮問会議で決定をされました、いわゆる改革工程表に基づき、累損の解消のための投資計画というのをまず、平成31年の4月に策定、公表いたしました。ただ、令和2年度末の累積損失が計画見立つとなりましたので、さらに令和3年の5月に改善計画を策定、公表したところでございます。 その後、この改善計画につきましても、令和3年度末の累積損失が計画見立つということになっておりますので、これを踏まえて、経済産業省およびクールジャパン機構において、現在、組織の在り方を含めた抜本的な見直しというものの内容を検討しているところと、私どもも承知をいたしております。 先生ご指摘のとおり、今月中に開催を予定しております、財政制度等審議会の財政投融資分科会におきまして、経済産業省およびクールジャパン機構から、検討結果というものを報告をしてもらい、議論をするという予定にいたしております。その議論を踏まえて、私ども財務省としても対応検討してまいりたいというふうに考えております次きよ君、はい。ぜひしっかり対応していただきたいと思います。 私がこの官民ファンドクールジャパン機構の中身や進め方を見ていて感じることは、もうこれではその経産省の官僚職員の人たちがもう可哀想すぎるなということなんですね。自分は一体何やってんだろうこんなために経産省に入ったのかと、そう思いながら仕事をしていると思います。ま撤退するとかやめるっていう判断は現場の担当者にはこれ絶対 できませんおかしいと思っても口に出せないと思うんですよね。まあ、なぜかそれはやっぱり前任者を否定することになるしそもそもこれを始めた人を否定することにもなるし当時の局長をまた否定することにもなる誰が責任取るんだと多分そんな問題にもなるでしょう、まあ、そしてまあ大体人事異動って2年3年で行われると思うんですけど、まあ、これやめる変えるとなるとこれ大変な作業がまた発生するから。 だったらもうこのままでいいじゃないかということで、前例踏襲してしまっている部分もあると思います。まあ、これがもう人間の心理だと思うんですね。まあ、私もあのサラリーマン時代、やっぱ組織の一員として仕事をしてましたから。まあ、そういった状況は、まあ、よく理解できます。まあ、でも国のお金です。公金です。まあ、これを変えることができるのは誰か、責任取れるのは誰か。まあ、それは私はもう思うに、大臣などの。 ま、リーダーしかいない。もう政治家しかいないと思っています。やめろと一言言えば一気に物事は動くと思うんですね。まあ、なので、私はあの経済委員会の中で、まあ、当時のあの梶山大臣や萩生田大臣に対して、まあ、この官民ファンドからの撤退見直しを求めたんですけど、まあその結果はですね。まあ、先ほどのコンテンツ、あれが削除されただけでですね。 私はもうそこじゃないんですよね、言ってることは、抜本的な見直しなんですよ。でそこで、まあ、所管するところのリーダーができないというんであれば、もうこれは第三者の目や指摘しかもうないと思います。国民のお金を預かり、そしてお金を出す立場である、まあ、財務省こそが、まあ、もちろん会計検査院もありますけれども、まあ、しっかりと指摘しないと、もう無理だと思います。 同じ霞が関の仲間を救えるのは、そして本来、国がやるべき仕事に向かわせることができるのは、お金を出す財務省がきちんと指摘をしてあげることだと思います。まあ、あの今年し6月の時点ですけど、例えばのクールジャパン機構とかクールジャパン政策全般の仕事を担うクールジャパン政策課の職員数っていうのは課長以下36名なんですね。で経済安全保障の要 半導体政策を取り仕切る情報政策課は、それよりも少ない30名なんですねで、萩生田経産大臣は半導体の次は蓄電池だと、経産委員会で言ってたんですけど、じゃその蓄電池産業を所管する課や室の職員数は、経産省、もっと少ない13名なんですよ、本当、その日本の経済産業政策って大丈夫かっていうまあ話だと思うんですけど。 まあ、あの、今日、こうやって官民ファンドクールジャパン機構のも中身や事実を知ってしまった以上は。ぜひ財務省にも、あの、抜本的に見直しに向けて。頑張っていただきたいと思います。まあ、最後に、あの、鈴木大臣にお聞きします。まあ、繰り返しになりますけれども、先日の所信表明の中で。歳出の中身を精査。質の高い予算を作るとおっしゃっていましたけれども。まあ、短い時間ではありましたけれども。 今日の議論をお聞きになって、もし感想があれば、最後にお聞かせください鈴木財務大臣。あのまあ官民ファンド、さまあ様々あって、13あるとお聞きしましたけれども、えー、その中ではまあきちんとですね政策目的に沿ってえ活動しているところもあれば、ですね今日先生ご指摘のような。 問題があるところもあるということだと思っております。まあ,あの全体としては、あの累積損益は令和3年度末時点で合計で5989円のま黒字になっておりますが、ご指摘のところは大赤字になっているということで、政策目的が果たされていないんだということなんだと思います。あの、いずれにいたしましても、あの官民ファンド。これはあの？ 政府の成長戦略の実現や、地域活性化への貢献および新たな産業、市場の創出など、政策的意義のある分野において、民間資金の読み水、補完として、民間のリスクマネー供給を活発化させること、それを目的として設立されたものと聞いてございます。このような目的を有する官民ファンドは まあ先ほどご紹介ございましたけれども、麻生前大臣が答弁したとおり、政策目的を実現していくことが極めて重要であるということであって、私もまさにそのように思います。あのまずは、ですね所管官庁における監督、これをしっかりやっていただいて、官民ファンドがこのような政策目的に沿って運用されているのかどうか、そういうことをしっかりとチェックし、把握することが重要であると。 私はそういうふうに認識をいたしましたあの。出資者であります財務省といたしましても、各官民ファンドおよび所管官庁による改革の取り組みの進捗状況、これを把握をいたしまして、その状況に応じた必要な対応、これを促してまいりたいと、そのように考えますた、千秋吉君、はいあの。中身をしっかり見ないと、議論は深まらないと思いますので、ぜひよろしくお願いします。終わりますはい